ファックトアップはカナダ・トロント出身のハードコアバンド。2001年結成の6人組。ライブで歌うボーカルのダミアン・エイブラハム2001年、カナダ・トロントで結成される。2006年、ファーストアルバム、Hidden Worldをリリース。地元カナダのExclaim!にて年間ベストパンクアルバムに選ばれる。翌2007年、プラグ・インディペンデント・ミュージック・アワーズでも年間ベストパンクアルバムに選ばれた。2008年、セカンドアルバム、ザ・ケミストリー・オブ・コモン・ライフをマタドールからリリース。この年の MTV ライブではオーディエンスが暴徒化し$2000の損害を出している。2009年、ポラリスミュージックプライズを取った。2011年、サードアルバム、デビット・カムズ・ツー・ライフをマタドールからリリース。音楽メディアが発表する年間ベストアルバムのリストでは、スピンで1位、ステレオギムで4位、ピッチフォークで33位に選ばれた。2014年、フォースアルバム、グラスボーイズをリリース。2018年、フィフスアルバム、Those You Are Dreamsをリリース。スタジオアルバム。ありがとうございます。